あきくん、おはよう。ごめんね、みひろちゃんもう少し時間かかるみたいなのよ。みひろちゃんが来るまでちょっとお話ししない？ うちの店、いつ継いでくれるのかしら。ほら、前に話したじゃないの。みひろちゃんと一緒にここを継いでくれるって話よ。そうよ、冗談でお店を任せるわけないじゃないの。ねえ、あなた、まずは調理師免許取ってこい。 コウキ君にも秘伝の味を仕込んであげなくっちゃね。名前の刺繍を入れたコックコートも用意しておくわ。包丁は俺の若い頃に使ってたやつを譲ってやる。なかなかい技物だぞ。ちょっとお母さん、先輩を困らせないで。 あら、あら、もう来ちゃったの？先輩行きましょう。早く行かないと今日の予定が狂っちゃいます。いいんです。行ってきます。行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。もうお母さんたら。ごめんなさい先輩、迷惑かけちゃって。 お母さん、最近ずっとあんな感じで、私もちょっと困ってるんです。そうなんですよ。お弁当作ってる時もいろいろ口出ししてきて。あ、ごめんなさい。無神経でしたね。 感謝ですか？どうして？そうですね。先輩が新庄に来てなかったら今こうして一緒にいられなかったんですよね。また私が喜ぶことを言って。 惜しいです。そこで違いをビシッと言い当てられたら100点満点の彼氏さんなんですけど。うー、外れです。女の子の変化イコール神って思考が安直ですね。うー、不正解です。そこもいつも通りです。 早くないですか？もっとよく見てくださいよ。うーん、まあ違いに気づいてくれただけでもよしとしましょう。リップを変えてみました。いつもより色っぽい感じしません？あー、どうしてですか？私の顔ちゃんと見てくれてます？ ダメなんですか？私はいつでも先輩の近くにいたいのに。先輩がしてくれるなら私いつでもいいんですよ。今日は優しくてロマンチックなやつ期待していますね。
今女の子をじーっと見てました。よそ見は厳禁です。極刑です。それでも嫌です。分かってるんです。先輩のことは信じてますし、分かってるんですけど。先輩、実は痛いのが好きなんです。冗談です。やきもちはほどほどにできるように頑張りますね。ところで先輩、一つ確認なんですけど、今日は私の言うこと何でも聞いてくれるんですよね。じゃあぜひ先輩と一緒に行きたいところがあるんです。くれるって約束じゃないですか。ほらほら行きましょう。ビクビクしてると余計挙動不審に見られちゃいますよ。私と一緒にいれば大丈夫ですから、任せてください。先輩のことは私が守ってみせます。その私の彼氏さんらしく堂々としてください。ほら先輩、これなんてどうです？ちゃんと選んでくださいよ。私、どんなのが似合うと思います？何言ってるんですか？これくらい普通ですよ。先輩、新しい王国を建国でもするんです？真面目に考えてください。私、先輩の好みを知っておきたいんですから。実際悩みの種なんですよ。私、おっぱい大きいじゃないですか。サイズが大きいと可愛い下着ってなかなかないんですよ。あってもお高いですし。大体こんなもんです。パンチラも大変結構ですが、スケブラやブラチラの方がコスト的には高いんですよ。先輩の漫画でもパンチラ率が圧倒的ですよね。もっとブラに対する意識を向上していただきたいです。もらうのも難しいですかね。それならどっちがいいかを選ぶ選択方式でどうです？はい、そうです。ではそれでいきましょう。そうですね。ではこれとこれ、どっちが好みです？ですね。こういう形は初挑戦ですが、先輩が望むなら頑張っちゃいます。なるほど、こっちを選ぶということは先輩が私に求める傾向がある。
露出が多めのセクシー系ということですね。では、これとこっちではどうでしょう。先輩、どうしました？想像しちゃってるんです。おお、この子強いですね。このまま勝ち抜けしちゃうかもです。ダメですよ。形も大切ですけど、色にもこだわらないと。白や単色系の清純的な色の方がいいですか？それとも濃いめの色っぽい系統が好みです？先輩、パンツ漫画の作者さんにしては知識が浅くありません？勘違い？何をです？ドン引きです。しかし、なるほど、先輩の好み少しだけ理解しました。そこを踏まえて最終選択といきましょう。そうですね、うん、ではこれとこれでどうです？ますね。触ってみます？手触りも大切な判断基準の一つですよ。どうです？先輩、気に入ってくれました？しないですよ。男の子なんですから、もっと元気出してください。先輩にはちょっと刺激が強すぎましたか。可愛いですよ。あと、その前にですね、お願いがあるんですけど、手繋いでもいいですか？だって今日手を繋いでくれませんでしたから、もしかしたら嫌なのかなって思いまして。大きくて安心しますね。男の子なんだなって実感します。そうですか。子供みたいな手だからちょっと気にしているんですけど。じゃあこのままでいいです。先輩に褒めてもらっちゃった。
いいじゃないですか。このままゆっくり歩きましょう。呼んでみただけですよ。ねえ先輩、ちょっと休憩しません？私喉渇いてきちゃいました。私が買ってきますよ。先輩はどこか座れるところを確保しておいてもらえますか？はい、私にお任せください。了解です。では行ってくるであります。しました。先輩の分はこれですよ。私の分もこれです。はい、同時に半分こしましょう。小さい頃に漫画で見たことがありまして、憧れだったんですよ、これ。先輩はその恥ずかしいやつの彼氏なんですよ。残念でしたね。そして、今日の主導権は私にあるのですよ。つまり、先輩に許されている選択肢は一つだけということです。先輩、どうぞどうぞ。これ想像以上に照れちゃいますね。さて、先輩がじっと見つめてくるから。耳まで真っ赤じゃないですか。ここでやるから意味があるんです。ダメです。あんまりじっと見ないでください。私が見るのはいいんです。先輩はダメなんです。先輩、もっと飲んでください。お、どうしたんです？先輩との幸せのためです。そのために羞恥心という犠牲を払うのはちっとも惜しくありません。恥ずかしいですけど楽しいですね。大マジですよ。先輩は楽しくありません？どうしてですか？せっかくなんですから楽しみましょうよ。
思いのほか楽しくなってきまして、あと先輩が困ってるところを目の前で見られるのもポイント高いです。はい、私だけの特権です。先輩をいじめていいのは私だけなんです。先輩、私をいじめたいんです？やっぱり先輩、そういう人なんですね。冗談ですよ。それに誤解でも何でもありません。私をいじめていいのは先輩だけです。先輩以外にいじめられたいなんて思いません。ほらほら、まだたくさん残ってますよ。せーので一緒に飲みましょう。じゃあ行きますよ。美味しいですね。実は私もよく分かってません。周りの視線も集めちゃってますもんね。ねえ先輩、楽しんでくれてますか？私はめちゃくちゃ楽しんでますよ。先輩と一緒にいるのすっごく楽しいです。その時は先輩と後輩って関係だったわけじゃないですか。今は恋人として一緒にいるんですよ。はい、デートだって思うと何しても楽しいものなんですね。突然、いろいろ危ないじゃないですか。おぉ、先輩はずるいです。私の喜ぶことばっかりして。ちょっと、何笑ってるんですか。え、またそういうこと言うんですから。乙女心をもてあそぶなんてひどい人ですね。人聞きが悪いですね。先輩の困り顔が可愛いので近くで見たいなって思っただけです。見たいですね。私たち相性抜群です。あ、記念に写真撮りたいです。後で一緒に撮りましょうね。当たり前じゃないですか。普通に撮っても意味ないです。そうですね。甘いものが食べたいです。当然半分こしましょう。私が食べさせてあげますね。はい、マジです。その後はもう少しお店を回りましょう。今日はまだまだ振り回してあげますからね。先輩、送ってくれてありがとうございます。いえ、ちゃんと感謝はしないといけません。先輩の優しさに甘えてたら私ダメな子になっちゃいます。あ、そんなこと言っていいんですか？とは言っちゃいますよ。相変わらずのシスコお兄ちゃんですね。いいな、とわが羨ましい。ずっと先輩と一緒にいられるんだもん。本当です。
私も先輩を返したくないです。はい、ついちゃいました。はい、待ってます。それよりどうでしょう。私結構欲張りさんですから。ありがとうございました。それでは先輩、お疲れ様です。